ましょう。地元千葉での登板になります。 K 鈴木の先発オリックスです。鈴木がヒットを打った立ち上がりを攻めてマーティン34試合目で10号に到達する特大の一発。ロッテが昨日の勢いのまま先制を果たします。直後2回の表ロッテの先発は8月22日以来の土肥でした。中川のこの当たりがセンター前へ、岡が突っ込んだんですがアウトのジャッジメントの後リクエストがありまして、これが入ってるか入ってないかは大きな運命分かれますが、そうですね、完全捕球ではなかったの、なかったんですね。ヒットになります。リクエストで覆りました。そして足立の打球ショート藤岡がこの送球、一塁でもというところだったがあったかもしれません。ヒットエラーが記録されてランナー2人たまります。その後2、3塁になってバッターは今日1軍に上がってきた佐野、このショートゴロの間にオリックスが1点を返します。これで2対1、ロッテのリードは1点。さらに2アウトランナーが3塁となってバッターは西浦、高いバウンドは二遊間を破って同点のタイムリーヒット、2対2の同点になります。4回の表のオリックスは土肥を攻めてランナー2人を置いての再び佐野だったんですが、ここは土肥が粘ります。まず佐野を三振、そしてタイムリーの西浦も三振。土肥は通して今日安定してましたよね。非常に良かったと思いますね。5回の裏ロッテです。今日ホームランのマーティン、この当たり高々と上がったんですがもう一伸びなし、ライトフライ。ところどころ調子のいい井上も三振と、 K 鈴木も2回以降は立ち直ってきました。6回に入って土肥も全開、吉田もや三振。今日はこの上位打順にほとんど仕事をさせなかった土肥です。中川にフォアボールをただ与えたところで球数は104球。ここで井口監督が出てピッチャーを変えます。そして託された阿部のピッチングですが良かったですね、佐藤さん ね、 そうですね。こういう阿部選手のような、ね、ベテランの活躍がこれから必要ですよね。きっちり火消しをして反撃を待ちます。6回のロッテは K 鈴木、ただ K 鈴木も尻上がりでしたかね。徐々に良くなってきましたね。ランナーを置きますが田村は三振に終わって、鈴木も116球5安打の2失点というピッチングでマウンドを降りました。その後は中継ぎ陣の当選、8回には増井です。ランナーを三塁まで進めたんですがフォークで藤岡を三振、150ホールドの権利を持ってマウンドを降ります。9回の表はロッテが登場、足立のこの当たりを鈴木大地、風に流される打球カメラマン席に飛び込んでボールを離しませんでした。カメラマンにも気を使った鈴木大地だったんですがボールは離さずランナーを出しましたが、今度は田村、吉田ではなく西浦を刺しました。ここはゼロにします。失礼、小田を刺しました。そしてロッテはディクソンがマウンドに上がったところで得点圏に田村を置いて鈴木大地、今シーズン3本のサヨナラヒットの鈴木だったんですが、ここはここも前進守備のレフトの頭の上は越えない、レフトフライで延長戦へ。そして10回11回は中崎陣奮闘、カンベ、そして高井、中村、チェント、お互いに奮闘しましてゼロを並べ、12回の最後のチャンスは千葉ロッテ。この回から岩本明がマウンドで、田村この当たり、さあこの鈴木康平が後ろに飛ばします。エラーで出塁し送りバントでランナー2塁に行った後再び鈴木大地のところでワイルドピッチ、ワンアウト3塁まで行きます。しかしここはセカンドゴロ、ランナー釘付け、
その後マーティン申告敬遠、二塁に進んで三塁二塁で取っておきない代打清田だったんですが、岩本が最後直球で押し切って結局終わってみれば2対2引き分け。3回以降両チーム得点が入らないという展開。なお増井投手が通算150ホールド150セーブも達成しています。ダブル150を達成いたしました。これは史上2人目の記録となって阪神の藤川球児投手以来パリーグ